ペンダント。お前が送ったあのペンダントか。見間違えたわけじゃなく。あれを見間違えるわけないでしょう。世界にたった一つなのよ。どうしてバルキュリアが先生のペンダントをかけてるんだ。まさか先生は、もう。殺されるなら、あの時みんなと一緒に殺されていたはず。けど、あいつらはさらっていった。だから僕たちは、生きていると信じた。俺は、今も信じている。ペンダントのことはわからないが。今度の戦闘はわからないことだらけだ。新しく四将を名乗る奴が出てきて、そいつが例の受胎兵士で、バルキュリアが先生のペンダントをかけていて、おまけにお姫様も歌い出す。それ、報道するのか。いや、王宮から報道するなとさ。バルキュリアと同じように見られたくないんだろう。バルキュリアの投入は読み切れていなかった。すまな。それを言うなら私だって、何にもつかめてなかったの。そんだけ情報統制が効いてたってことだ。やるね、帝国も。これではっきりした。バルキリアを倒さない限り、俺たちの本懐は果たせない。帝国は本気だ。今後もことあるごとにバルキリアは現れるだろうな。願ったり叶ったりじゃねえか。それだけぶっ倒すチャンスがあるってことだ。ぶっ倒すのはアムレートでしょ。おっと、うちが開発したアンチバルキュリア兵器のことを忘れてもらっちゃ困るぜ。これからもっともっと強化していく。一緒にバルキュリアを倒そうな、アムレート。ああ、みんなでやろう。なら僕はバルキュリアの伝説についてもう一度詳しく調べてみよう。最新の情報と照らし合わせれば、改めて気づくこともあるかもしれない。お姫様の歌のことも調べてみないとね。ジュカと呼ばれるものだと思う。そいつについてもうちょい情報はないのか。歌を媒介とする工事の呪術がある。そう呪術学校では教わった。確かなことは言えないが、王女のジュカにはバルキュリアを退ける力があるのかもしれない。前に調べた文献にも似た話が記されていた。眉唾かもしれないが、信じてみる価値はあると思う。うまく利用すれば対バルキリアの切り札にもなるか。ということはアムレート、しっかりお姫様を守らなくちゃね。俺たちにとっても大事な存在ってわけだ、ユトランドの聖女様は。ん？どうした？グスタフを逃がした。すまなかった。そのことか。まあ、気にすんなって。ユトランドとの戦争に本腰を入れるとなれば、四将が戦線に姿を見せる機会は増えるだろう。焦る必要はないさ、アムレート。四将か。まさか新顔が現れるとはね。だな、補充があるなんざ思いもよらなかったぜ。一体何者だ。イプセリアの王子、レアティーズ。何？オフィリアが間違いないと言っていた。イプセリアの王子が生きていた。こいつは、とんでもない特ダネだ。けれど、そいつが本物の王子だとしても、イプセリアの王家が皇帝に潰されたのは事実だ。ってことは、親の仇だろう。それが何だって新しい四将やってんだ。皇帝と四将の絆は血のつながり以上よ。そこに加えるだなんて、きっと何かある。バイオレット、奴について調べてみてくれ。わかった、探ってみる。頼む。イプセリアはユートランドの統治で落ち着いている。場合によっては邪魔になるな、王子の存在は。ややこしくなってきたな。そうだね。だからこそ慎重に進めないと。